ストーカークリアスカイ引き続きプレイをしていきます。教授に会いにね、現地に今到着したんですが、もう一体敵だらけで、まあゾンビ化してるね兵士なんですけど、やられましたね。じゃあ続きいきます。どこまで戻されるかな？だいぶ戻されるかな？ああ、だいぶ戻されるね。これウイルス散布してゾンビ化になったのかな？多分そうだよね、きっと。で、自分は、前回、防護服をもらってるんで、多分感染しないで済んだっていう、そういうくだりじゃないかな。おそらくそうだと思う。最初は彼らに攻撃をさせて、彼らで削ってもらおう。で、残党を私が片付けると。それで行きましょう。この辺銃でいいや。頑張ってもらって、みんなに。感染する前にガンガン撃ってもらってね。あ、向こう側からも入れるのか。よし、じゃあこっちから入ろう。あ、教授がしか、あ、ちょっと待って、向こうにもいるな。なんだよ、結構囲まれてんじゃない、ここ。あ、単純に挟み撃ちで死んだのか。なるほどね、そういう理由ですか。ショットガンで行きましょうか。じゃあ感染しよう。あっ、調子乗りすぎた。はい、クリアスカイ引き続きプレイをしていきます。前回ですね、こちらの、教授ですかね、ヤンターにですね、ストレロックが向かったということで、それを追うために教授から何か情報を得るのかな。で、そのためにここに向かってるんですけど、戦闘が怒ってですね、結構ゾンビ化にやられましたね。ゾンビ化した兵士に。で、おそらくなんですけど、途中で何かね、なんでしょう。毒のようなものが散布された状態だったので、ひょっとするとみんな感染してゾンビ化になったのかなーって思ってますけど。で、私は前回ね、報奨で、アーマーもらったんで、感染してないんじゃないかな、って思ってますが。あそこにいる？違うな。いや、まだいるな。奴らはね、ゾンちゃんになってるんで、あんまり足は速くないです。それが弱点。しかし、今回なかなか敵が死なないんですよね。撃っても撃っても。
とどこだ。のた打ち回ってるやつがいるが、まずあいつを仕留めとくか。じゃあな。お。さすがゾンビくん、回復するね。タスク失敗になってるよ。おい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 、どういうことだ。あ、これ前回飛んだ、あ、これって失敗したんだ。あ、占領されちゃったってこと？マジか。くそー。じゃあ、これ、やり直さなきゃダメってこと？抜いて捨てて軽くして、じゃあ私が一人で全て片付けるしかないのか。あれいる、あーいるいる、あうっそ、えちょっやべ、まずこっちからも来るんだよね。最高、サプレッサー付き。いやでも弾ない。弾ない。マジか。勝って。硬すぎないかこれ。イエス。うわ、結構数いるな。あ、まただ。これこれ、これがね、多分ね、ゾンビ化になるガスじゃないのかなと。やべ。左手からも来てるな。見える位置にいるか。あべ。うそ。来てる来てる来てる。
ってる？こんなに硬いの、めちゃくちゃ硬いなしかない。4発でどうやってやれってんだよ。切れた。久しぶり聞いたぞ、マチ。今回のマチが出てくるんだ。起こせ、弾を。ああ、まずい。チキないのか。やった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 ぞやったぞねえかな。誰か倒れてねえかな。一人ぐらい。完全に突破されたってことか。厳しいね。
やばいこれ。これ死ぬな。これまずいな。乗ったうち回ってるやつがいるからややこしいね。こっち来い。死なない。届かないな。うーわ、届かない。なんだ、ショットガンかよ。あー、ちょっと待って。あはは、死ぬ。くそ。弾持ってないか、お前は。弾よこせ、弾を。うわ、また来た。これがあると奴ら覚醒する。ダメか。まだ生きてたか。まだ生きてるか、あいつは。しつこいな。おお。やるな。接近戦だとマシンが強いというよくわからない状況。このさあ、こっちか。ほら、オッケー、よし、横倒った。あとは？あとどこにいる？おお、そっか。そこにいるのか。よこせ。
っしゃ。捨てる。あらかた片付いたかな、これで。あ、まだいるな。あれは教授か。OK、クリアした、これで。長かった。お前の持ってたマシンガンはないのか？お前のマシンガンはないのか？一応全員倒したよね。でも油断してはいけないよ。何が来るか分かんないからね。向こう側にいたゾンビたちはもう来たのかな、こっちに。大丈夫かな。よっしゃー。自動か。ずいぶん楽ちんだな。おお。こう鍵閉めておきたいな。あ、やっぱこうなんか前来た。ああ、来た来た来た。懐かしい。久々だな、君。じいさん。あれ？じいさん、そっちから行けないぞ。なんか、行けないって。おーい。なんだ、フェンス越しか。Do I owe the pleasure? Well, well, I seldom see a new face here. So, what would you like to know? ストレロックはここにいたことが分かっている。ヤズについて何か知ってるかい？ Yes, he visited us. He knew a great deal, far more than others. He even claimed to have been to the center of the zone. Naturally, I didn't really believe him, even though he showed me some photographs.ストレロックは今どこにいるんだい？ We made a deal with him. He promised to conduct field testing on one of our promising experimental models, a Psi emission blocker. And we promised to give him the final version in return. Strelok believed that the blocker would help him get through the brain scorcher. We gave him the prototype, and he went into the factory. That was the last we saw of Strelok and the prototype.We received some data via our satellite, but the signal has been lost. It looks like Strelok was hit by a powerful emission at the factory. これも完全に前作の話ですよね。If Strelok is in the factory, getting inside without a Psi protection device is virtually impossible. We have been studying the Psi emissions originating from the factory for years.They have a pronounced pulse nature. When they are in their low phase, people go into the factory relatively safely. However, we are unable to predict when the next emission will take place, so going inside is like playing Russian roulette. If you decide to follow Strelok into the factory, you will most likely end up with your brains melted like most of the zombies around here. There is something which I may be able to do for you, however.Some time ago, I was contacted by a group of stalkers who managed to come out of the factory alive. They came across a technical documentation archive in one of the buildings.
Those documents could shed light on what the factory contains and help us uncover the source of such powerful psi emissions. Help me find those documents, and I'll help you get inside the factory. Okay. The group went missing in the northwestern part of the facility. That area is full of zombies. I cannot send any stalkers who are guarding the perimeter, seeing as we're barely holding out against the attacks as it is. The SOS signal coming from there is still active, so please try to get the stalkers out if they're still alive. いや、でもこの人たち多分もうゾンビ化になってるでしょ、きっとね。よし。ベースウィッシュス。25、これか。100発ずつ買っとくか。こっちもうちょっと追加で。弾がとにかく必要だからね。ありがとう。重すぎる？これ嵐みたいなもんだね。ブローアウトと同じだ。はい、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回です。